こんにちは新しい友達、読売テレビ日本テレビ系で、日曜夜10時30分から、放送中の日曜ドラマ、極主不動、クラゲ番地。新庁舎で連載中のヒットコミックをドラマ化したもので、主演の玉木宏が、元極道のスーパー専業主婦龍その竜の妻美久を川口春奈が演じている。極主不動、第6話では、竜の射程宮城子志純淳と淳喫茶のアルバイト店員ゆかり。 ナの恋模様が描かれる。宮城の思いを知ったミクは、龍と共にサポートを約束。さらには、元天雀会会長の江口と、姉子のひばりにも協力を仰ぎ、宮城とゆかりのデートをお膳立て。宮城はゆかりとの初デートに臨む。ミクの垂れた作戦は、トランシーバーを使って、指示を送り、それに沿って、宮城がトークするというもの。まずは、おしゃれなカフェで、ほんわかしたいい雰囲気が流れる中、宮城とゆかりがランチをとることに。 最高のムードを演出するため、少し離れた席で、二人を見守るリュウと、ミク。家事も掃除も器用にこなすリュウだが、今回のデートのムード作りばかりは、ミクが率先する形で、指示されるままに動くリュウデートプランが進む中、場にそぐわない、BGM や、おかしなプレゼントなどもあり、デートのムードがぶち壊し、と思いきや、意外にも、雅とゆかりの距離は、少しずつ接近していく。 しかしこの後、物語は意外すぎる展開が待ち受けていた。果たして龍と、ミクは雅の恋を成就させることができるのか極主不動、第6話は、11月15日、日夜、10時30分から。お見逃しなく。極主不動。日本テレビ系、日曜ドラマ枠毎週、日曜2230から2325、55分枠。原作王の、ス介極主不動。新調社クラゲバンチ連載中。 脚本家歌楽、歌学、ほか99.9、刑事専門弁護士、探偵が早すぎる、おしい刑事ほか、監督、ルトー・トーイチローほか、オッサンズラブ、浦安・鉄筋家族、探偵が早すぎるほか、チーフプロデューサー、前西和成、プロデューサー、中山隆氏、小島翔子、正規勇気有機ファインエンターテイメント、共同プロデューサー、池田賢治日本テレビ、制作協力、ファインエンターテイメント、 制作著作読売テレビネタバレ恋する母たち純粋暴走恋息子たちが知る母の顔母親だって仕事で羽ばたきたいし恋もするでしょさてさていよいよそれぞれの恋がジェットコースター並みの盛り上がりを見せてきた恋する母たち毎週金曜2200から TBSK で放送中である4話における安ン木村よしのゆう子よしだよマリナカリーサの恋に 勝手に名前をつけるとすれば、それぞれ純粋、暴走、そして声の恋といったところだろうか。合間に息子にとって、最初の女は、母親という名言、いとうやという名言も飛び出す、奔放な母たちによる恋の現状報告会が開かれたりもする。一方で、親が隠しているつもりでも、それなりに子供たちは、しっかり見ていることがよくわかる息子会も開催。 森田望聡演じる、のりこや、瀧内久美演じる、ゆかといった恋敵たちも強烈だった。離婚という形で筋を通し、結ばれたアンズと、佐伯、小泉光太郎の恋は、タイの二組の恋模様と比べて、あまりにも純粋すぎて、こちらが恥ずかしくなるほどだ。おやつは甘い方と、しょっぱい方量法準備する半寒すぎる佐伯や、ハイになったり嫉妬したりで、忙しいアンズと、息子を差し置いて、高校生のような恋をしている。 恋に燃え上がっている赤坂磯村勇人に対し私たちは根性欲に支配されているわとあくまで平成を装う優子とはいえその仕草一つ一つから伝わってくるのは優子の赤坂の若さを恐れ夫や息子への差やマスも抑えきれない赤坂への感情であるマリはやはりマルタロ安倍貞夫の声に惚れている 落語の独演会における、丸太郎の声に惹かれ、その声はやがて、電話越しに何でも相談できる、彼女の精神的支柱となった。そして孤独に過ごすはずだった旅館で聞こえてきた、まさかの声。丸太郎による落語に吸い寄せられるように、彼女は自ら丸太郎の元に駆けつけてしまう。夫婦水入らずの温泉旅行は、一転、妻を置いていく夫、刺激、玉木レオのひどさも、相まって、丸太郎との禁断の不倫旅行へと転じてしまった。 そして、三話の直接対決において、完全に敗北したかと思いきや、服毒自殺をほのめかして、刺激の気を引こうとする、相変わらずのしぶとさを見せる、刺激の浮気相手の利子。さらに、いきなりアンズの元に押しかけ、亭主と駆け落ちした、女のもと団と、絆め合って生きていくって、ダッサいけど、なんか、人生よねという迫力でぶつける、佐伯の元妻で、アンズの元夫、慎吾渋川清彦と駆け落ちした、ゆうか。 お金を置いてさっぱりしたと去っていく、彼女には爽快感すらあった。竹内組といえば、キネマ旬報ベスト10主演女優賞を受賞した、映画加工の二人。2019年だけでなく、なぎのおひま。2017年、TBSK における、マウンティング女子、あだち役がとてもリアルで魅力的だった。また、のりこ役を演じる、森田望里氏も、全裸監督。ネットフリックスだけでなく、1億円のさようなら。 NHKBS プレミアム NHKBS4K 等のドラマで見せる多彩な表情から目が離せない注目の女優である。不倫ドラマにヒール役は必須だ。華やかなヒロインたちをより引き立てるダークな魅力は実力だけでなく大胆さも兼ね備えた彼女たちだからこそ。 恋する母たちの魅力は、主役たちだけでなく、渋川清彦や、玉川、玉木玲オといった色気のある、ダメ夫たち、奥平大賢、旧西龍渡る、藤原大輔ら、繊細で美しい息子たち、そして、恋敵の滝内、森田といった、サブキャラクターたちの、絶妙な配役にも秘密があるのである。文、藤原なおイラスト、月の組。第5話11月20日金放送あらすじ。 赤坂、磯村勇人との密会を、夫の茂雄、矢萩県に見られた、優子吉田よ。ついに修行から限界だと言われてしまう。さらに、故郷の世論島でフリースクールを立ち上げようと準備をしていて、息子の大輔奥田大健も連れて行くと告げられる。大輔も、朝倉学園高校を退学し、茂雄について行くつもりでいた。仲良く引っ越しの相談をする二人を、前に、優子は居場所がなかった。 しかし、疎外感を感じていたところに思わぬ声がかかる。一方、安ン木村吉野は、息子の県、藤原大輔のことで、頭を悩ませていた。県あまだ家にさせていた。県は、佐伯小泉孝太郎が、自分の父親の駆け落ち相手の元夫であることを知り、ナーバスになって、未だ家に帰ってこない。多感な年頃の県を心配した安ンは、しばらく会うのをやめようと、佐伯に伝える。 しかし、会えなくても、杏の鉱物を会屋の玄関先に、そっと差し入れしてくれる。佐伯のさりげない優しさに喜び、会えなくても心は通じ合っていると思われた二人だったが、その頃、マリナカ・リーサは、温泉旅館で、丸太郎安倍・貞夫と、一晩を過ごし帰宅。先に帰っていた夫の、刺激玉城レオから、浮気相手のノリコ、森田・望ズ氏のことを謝られ、複雑な心境だった。 その刺激が、ラツワン弁護士の特集で、テレビの密着取材を受けることに、マリは張り切って、準備しようとするが、息子のシゲア生9龍渡リのことで、意見がぶつかってしまう。子どもの気持ちなど、考えず、耳を張ることしか頭にない、シゲのことが思想不信感を募らせる。夫と息子が、与論島へ行き、一人で東京に残ることになった優子は、小ジフーズの社長から、千葉支店への移動を打診される。 千葉支店の営業部で成果を上げて本社に戻れば出席コースだ。修業との一件以来、優子のことが気がかりな赤坂だが、そんな中、優子は赤坂の元彼女の有馬祐樹萌えから呼び出される。数日後、すっかり仲良くなった杏子と優子泊まり、喫茶店でいつものように女子会が開かれていたが、優子の口から飛び出した結婚時の衝撃的な告白に、二人は驚愕する。放送情報、金曜ドラマ、 恋する母たち。毎週金曜2200より TBSK で放送中。地上波放送後に動画配信サービス。パラビでも配信。さらに、パラビオリジナルストーリー。次のオーディオビデオでお会いしましょう。